私が交通事故に遭い入院して4日目。娘のかりんは学校帰りにほぼ毎日顔を見せてくれる。ねえかりん、お母さんのことお父さんにちゃんと伝えた？うん、言ったよ。もしかしてお父さんお見舞い来てないの？妻が入院しているというのに、夫の高弘はお見舞いにまだ一回も来ていない。薄情さに少し悲しさを覚えた。その2日後、学校が休みだったかりんがお見舞いに来ていた時だった。かわいそうに、事故にあったんでしょう？急に親友のカナが病室に入ってきた。でもカナには事故のことを知らせていないけど、なんで知ってるんだろう。ああ、一緒に来たんだ。高弘がカナの後ろから顔を覗かせた。ちょっと話がある。私の身を案じることもなく、高弘は自分の話を続けた。俺はカナちゃんと結婚する。だから離婚してくれ。そう威勢のいい声を病室中に響かせた。え？なんて？だからカナちゃんを愛してるんだ。俺たち結婚するから、お前はカリンを連れて出て行け。聞き間違いかと思ってもう一度聞いては見たものの、突然のことでさっぱり理解できない。カナ、どういうこと？そのままの意味よ。私、高弘さんを愛しているの。私に譲ってくれない？カナの表情は真剣だった。そんな勝手な話があってもいいものだろうか。すると血気盛んな二人の来客をよそに、娘が大爆笑しだした。ええ、二人結婚できないでしょ。だってカリンが話し出したのは意外な内容だった。私、折原千代子は仕事と家事の合間にちょっと複雑な恋愛ドラマを見るのが趣味だ。うわ、まさかの。ここで終わり？毎回ドラマの展開に驚いて、一人で見ているのに思わず声が漏れてしまう。私は夫と一人娘の三人暮らしで、近くに住む義父母とも仲が良く、嫁姑関係は良好。私がいつも見ているドラマのような話とは無縁で、平凡な毎日を過ごしている。日常が変わり映えしないから、少しドラマの中に入ってみたくなるくらいだ。夫の高弘はとても明るく、勉強よりスポーツが得意、まさにムードメーカーというような存在である。ノリがよく賑やかなことが好きなので、若い頃は常に人に囲まれていた。比較的静かに勉強していたタイプの私から見ると、とてもキラキラした存在に思え、魅力を感じていた。しかし人が昔培った考えは変えることはそう簡単にできるわけではないと身に染みて実感している。若いうちはとても魅力的でも、40代になった今も昔と変わらないのは少し問題だ。昔は素敵だと思っていた性格も、年を取れば悩みの種となることを知った。最近の悩みの原因は高弘と娘のかりんとの関係だ。かりんは友達とワイワイするより静かに過ごすことを好んでいる。あまり派手な格好はせず、高校生になった今でも勉強が得意で、成績は常に上位。勉強が何より嫌いだった高弘は、地道に勉強しているかりんを理解できないらしい。思っているだけならいいが、自分の考えを押し付けずにはいられないようだった。いっつも部屋にこもって勉強ばっかりしてるけど、女はな、勉強しなくても生きていけるんだぞ。勉強する無駄な時間があるなら、可愛がられるように愛嬌の一つや二つ身につければどうだ。
カリンが集中して勉強している中、わざわざ聞こえるようにこんなことを言うのだ。お父さん、今の時代、そんな考えの人あんまりいないよ。勉強しないとやりたい仕事もできないじゃん。勉強するかしないかは、私の自由だから好きにさせて。カリンが反論するにもかかわらず、勉強しているのが目につくと、いつも口出しするタカヒロだった。ねえ、タカヒロ、カリンがせっかく勉強してるのに、邪魔するようなことやめない？勉強できてすごいじゃん。俺は勉強しなくても、友達もたくさんできたし、就職もできた。勉強よりも、仲間と遊んでた方が楽しいし、絶対後悔しないんだ。タカヒロは、自分の過去の楽しさに酔いしれて、聞く耳を持ってはくれなかった。カリンは、タカヒロが口出ししてくる頻度の多さに、うんざりするようになってきた。お母さん、お父さんいつまであんなこと言ってくるのかな。勉強したくても集中できない。ごめん、勉強中は話しかけないでって言ってるんだけど、勉強も大事だって何回言っても聞く耳持たないのよ。おかげで、タカヒロとカリンはぶつかることが多くなり、その度に仲介役に回らなければならなかった。タカヒロはカリン本人に考えを押し付けるだけでは収まらなかった。聞いてくれよ、カリンのやつ、大学に行こうとしてるんだ。勉強なんて必要ない女のくせに。タカヒロは自分の両親の前でも、女は愛嬌という考えを貫き、カリンへのぼやきが止まらなかった。女だからって言い方はやめなさい。今の時代、女も男も関係ないわよ。人のこと言う前に、お前こそ勉強やり直せばどうだ。義父母は可愛い孫が否定されているのを見て我慢できず、タカヒロの言動をいさめていた。自分の両親にまで自分の考えを責められると、タカヒロはいじけてしまうようだ。なんだよみんなして。義父母にいろいろ言われた日には、さらにぼやきがひどくなることや、私やカリンとしばらく口をきかないことがあった。そんなある日、たまたま買い物に行った帰りのこと。ねえ、もしかして千代子？すっごく久しぶり。私のことわかる？え、もしかしてカナ？今こっちに住んでるの？声をかけてくれたのは、中学卒業の時に県外に引っ越したはずの親友カナだった。カナはメイクやネイルなどおしゃれに関する知識が豊富で、いつも華やかで密かに憧れの存在だった。勉強しかできなかった私とは見た目も中身も正反対だったが、なぜか打ち解けて一緒にいることが多かった。おしゃれの知識を教えてもらう代わりに、勉強が苦手なカナにテストの山などをよく教えていた。引っ越してからしばらく手紙でやり取りしていたが、お互いの友達関係が忙しくなるにつれ、だんだんと手紙の頻度が減っていった。すっかり疎遠になってしまっていたので、本当に久々の再会だった。それがさ、あっちで結婚して子供もできたんだけど、いろいろあって今こっちにいるんだよね。そうだったの。なんか大変だったんだね。そうなのよ。旦那が浮気しやがってさ。ああ、そうそう。今度お家遊びに行ってもいい？久しぶりに話したいし。うん、もちろん、来て来て。私もゆっくり話したいな。こうして、カナと私は再会を果たし、家族間での交流が始まった。ノリのいいタカヒロと似たような性格のカナは馬が合うようで、打ち解けるまでにそう時間はかからなかった。カナが遊びに来るたびにお互いに楽しそうに話し、もともと友達だったかと思うほど盛り上がっていた。カナの娘はちょうどカリンと同世代で、昔のカナのようにおしゃれに気を使っているようだった。毎回
カナとカナの娘が二人で一緒に遊びに来るので、カリンが気を利かせて話しかけるが、あまり相性が良くないらしい。あの子に、おしゃれも恋もしてないなんてありえないって言われたんだけど。そして、顔も洋服も地味って言われた。私よりちょっと年下なのに、馬鹿にされてる気がする。カリンは不満が溜まっていたようで、カナたちが帰ると、私にボソッと吐き出していた。人それぞれだから、別に何をしてもいいのにね。気にしないで、カリンは今のカリンのままでいいと思うよ。そう言ってなだめたが、カナの娘は、カリンに会うたびに、孤立に突っかかっていた。カナとの交流が始まってからしばらくした頃、タカヒロとカナの距離が随分と縮まっていた。カナの娘はタカヒロにとても懐いており、タカヒロもタカヒロでそれを喜んでいる。カナちゃんの家、電気が一箇所つかなくなったみたいなんだ。ちょっと今度の休み、様子見てくる。女で一つで生活するなんて大変だろうな。何かあれば助けてやらないと。タカヒロはシングル家庭がかわいそうだと言い、何かにつけてカナの家に手伝いに行くようになった。それに対してカナも遠慮する素振りは見せない。ほんと、タカヒロさん何でもできるから頼りになるし、仕事が早い。これからもいろいろお願いしちゃおう。そう言ってカナは私の目の前でタカヒロを持ち上げ褒めちぎっていた。チヤホヤされているタカヒロはまんざらでもない様子だ。おかげでタカヒロの口からカナの名前がよく出るようになり、どんどんカナにのめり込んでいった。頻繁にうちに来ていたカナは来ることが少なくなり、その代わりタカヒロが家を空けることが増えてきた。お父さん、最近カナさんのところ行き過ぎじゃない？そんなに頼まれていることが多いの？カナも何もできないわけじゃないと思うけど。シングルマザーっていろいろ大変なんだよ。俺が手伝ってあげなくてどうする？カナの家のことばかりで、自分の家庭を顧みようとしないタカヒロに、私もカリンも不満が溜まっていく一方だった。その不満をそれとなくタカヒロに話してみるが、一向に改めようとはしなかった。3日連続でカナの家に行った時は、さすがに私もカリンも見過ごすわけにはいかなかった。もうちょっとうちの家庭を大事にしてほしいんだけど、カナはあくまでも友達よ。ちょっと私、お父さんの考えがわからないや。するとタカヒロは、ため息まじりでこう言った。こんなにつまらない人じゃなくて、カナちゃんたちが本当の家族だったらよかったのに。さすがにこんな言葉を言われるとは思わなかった。あっけに取られて言い返す言葉もない。ただタカヒロへの愛情が次第に薄れていくだけだった。この一件があってから家庭内はすっかり冷え切った。夫婦の会話はあまりなく、必要最低限だ。タカヒロとカリンは前よりもっと距離があるように見える。こうなるのも仕方がない。不自由なく生活できているだけでいいだろう。私はそう思いながら買い物に出かけた。買い物が終わり、自転車に乗って帰っていたその時だった。突然、大きな衝撃とブレーキ音が響いた。気がつくと、私は地面に横たわっていた。なんだか周りが騒がしい。そっと目を開けたが、状況を飲み込むまでに時間がかかった。自転車は遠くに飛ばされ、買ったものが散乱している。ああ、私事故に遭ったんだ。そう思った後、すぐ体中に痛みが走った。救急車のサイレンが遠くで聞こえる。痛みに耐えながら救急車が近づいてくるのをひたすら待つ。病院に搬送される間も痛みで意識が朦朧としていた。処置が終わり病室に入った頃、カリンが駆けつけてくれた。お母さん、大丈夫？
ああ、かりん、ごめんね。心配かけて。しばらく入院だって。私は事故のせいで右足を骨折していた。生きてるだけでよかったよ。ほんと心配した。ちゃんと治るといいね。かりんに心配かけて申し訳ない。事故にあった前後のことはあまり覚えてないけど、本当に命があってよかった。とりあえず早く治すことに集中しよう。そうして私の入院生活が始まった。入院して4日目、かりんは学校帰りにほぼ毎日顔を見せてくれた。しかし高弘は一度も来ていない。私が事故に遭ったことも骨折して入院していることも知っていると思うけど、もしかしたらかりんが高弘と話したくなくて伝えてないのかな。ねえかりん、お母さんのことお父さんにちゃんと伝えた？うん、言ったよ。もしかしてお父さんお見舞い来てないの？うん、まだ一回も来てない。でも伝えてくれてるならいいよ。病院からだって連絡は行ってるはずだしね。お父さんお見舞いくらい来てもいいのにね。確かに家では最低限の会話しかしないけど、一応妻が入院してるのだからお見舞いくらい来てくれてもいいはず。薄情さを見せる高弘に少し悲しさを覚えた。その2日後、学校が休みだったかりんがお見舞いに来ていた時だった。千代子、かわいそうに、事故にあったんでしょう。なぜか知らせていないはずのカナが病室に入ってきた。なんで知ってるんだろうと思っていると、その後ろから高弘がひっそりと顔を出す。やっとお見舞いに来たと思ったらカナと一緒か。私が入院しているのをいいことにカナと会い放題なのだろう。心配される期待はしていなかったが、カナを連れてくるとは思わなかった。ああ、カナ、一緒に来たんだ。すると、無言を貫いていた高弘が口を開いた。千代子、ちょっと話がある。私の身を案じることなく、高弘は自分の話を続けた。俺はカナちゃんと結婚する。だから離婚してくれ。私はかりんと顔を見合わせ、お互い首をかしげた。え？なんて？聞き間違いかと思ってもう一度聞き返した。だから、かなちゃんを愛してるんだ。俺たち結婚するから、お前はかりんを連れて出て行け。何を言っているのかさっぱり理解できない。まるで、いつも見ているドラマのワンシーンのようだ。興奮している高弘と話をしても拉致が開かないと思い、カナに尋ねることにした。カナ、どういうこと？そのままの意味よ。私、高弘さんを愛しているの。私、高弘さんが必要なの。どうせもう仲良くはないでしょ？私に譲ってくれない？カナの表情は真剣だった。そんな勝手な話ある？よりによって私の夫を。親友だったらこんなことしないはず。親友だと思ってるのはお前だけだぞ。え？どういうこと？なあ、かなちゃん。高弘が呼びかけた後、かなが話し出した。千代子、昔から地味だったじゃん。まず地味な時点で私とは釣り合わないわけ。でも頭は良かったからさ、仲良くしてればいろいろ便利だと思って一緒にいただけよ。おかげで、あの頃のテストとかマジ助かった。カナは私のことを便利な存在としか見ておらず、親友だと思っていたのは私だけだったようだ。私を見下して気分が良くなったカナは続けた。高弘さんと気が合うし、私といる時の方が楽しそうだし、私の方がふさわしいと思うのよね。カナは含み笑いをしながらそう言った後、
私の耳元で囁いた。そしてお金に困らなさそうだしね。なんとカナは高弘の給料がいいことを知って目がくらみ、困っているふりをして浮気関係になったようだ。いずれ私とカリンを追い出して後釜に座ろうと考えているらしい。高弘はまんまと誘惑に乗せられ、本気でカナを好きになったようだった。そこでタイミングよく私が入院してしまったので、身動きが取れないうちに離婚しようとしている。そんな二人の軽率な行動にため息が出そうだった。私の身にもこんなドラマみたいなことが起こるんだ。何も言えない私に勝ち誇った顔を向け、降参するのを待っている高弘とカナ。舞い上がっている二人を横目に頭を悩ませている時だった。今まで黙っていたカリンが笑い出した。へえ、二人結婚できないでしょ。だってお父さん知ってる？カリンが話し出したのは意外な内容だった。カナさん、自分が浮気したせいで今離婚調停中なんだよ。それで慰謝料めっちゃ請求されてるんだって。私と再会した時には旦那に浮気されたと言っていたが、それは完全なる嘘だった。カナ自身が浮気したせいで別居を告げられ、離婚調停になったようだ。そして離婚調停中に次の経済基盤として帰省先を探しているところ、好都合の高弘に出会った。カナは高弘が自分と結婚してくれる保証を手に入れてから離婚し、再婚できる半年後まで待とうとしていた。さらに旦那や自分の不倫相手の奥さんへの慰謝料を高弘のお金で賄うために、再婚後に家計を握ろうと計画していたのだ。そんなわけないじゃない。私は本当に高弘さんが好きなのよ。カナは声を荒げた。それでもカリンは動じずに話を続けた。だってカナさんの娘が全部教えてくれたんだもん。いろいろ喋ってくれたよ。まあ最後には私とお母さん捨てられるねってバカにされたけど。カリンは高弘とカナの関係をなんとなく察していた。いずれこうなるだろうと予測して、何か裏がないかカナの娘を使って探っていたようだ。カナの娘はカリンを見下していたので、私と高弘が離婚の危機にあることを伝えると、自分が優位に立つためにベラベラと家庭事情を話してくれたらしい。おかげでカリンはカナの計画を知り、いざとなった時には切り札にしようとしていたのだった。冷静に物事を判断しながら情報収集できるのは、私の日頃の英才教育のおかげだろうか。いつもドラマで培っていた離婚や裁判の知識をカリンに話していた成果がここで発揮されたようだ。まだ高校生なのに我が娘ながら洞察力も行動力もすごいと思う。計画がバレてしまったカナは慌てながら自分の娘に電話した。ちょっと何ベラベラ喋ってんの。あんたのせいで私の計画台無しよ。無一文だわ。せっかくいい金づる見つけたのに。カナは電話越しに娘と喧嘩をし始めた。それを隣で聞いていた高弘はようやく自分が金目当てで誘惑されたのだと気づいた。え？突然の展開に呆然として言葉も出ないようだ。さらにカナがなぜ高弘を選んだのかというと、高弘が社長だから大金持ちだと思っていたらしい。実際高弘は義父母の会社で働いているだけなのだが、カナにいい顔をしようと実質自分が社長であるかのように振る舞っていたようだ。いつもの高弘のノリの良さと見栄っ張りがあだとなってしまったのだと呆れ笑いしか出なかった。カナの計画や魂胆のすべてを知った高弘は慌てていた。ごめん千代子、さっきの言葉は取り消してくれ。さっきの言葉って何？
かりんの冷静なツッコミに高弘はうろたえながら答えた。離婚してほしいのは嘘です。あれは勢いで言っただけで嘘なんだ。うなだれながらも黙って聞いているだけの私の様子をうかがう高弘。千代子、聞いてるか？はい、しっかり聞こえてます。騙されていたとしてもカナと浮気したことは許せない。高弘の理性が働いていればこんなことにはならなかったはずだ。私もカリンも高弘を許せない気持ちは一緒だった。なかなか次の言葉を発さない私たちに向かって高弘は言った。でもお前たち、俺の稼ぎがないと生活できないだろ。離婚なんてしたら大変だぞ。反省の素振りを見せたのは一瞬で、自分の収入がなくなると生活が厳しくなると言って脅してきたのだ。高弘は自分がいないと私もカリンも生活ができないと高をくくっているようだった。私たちは高弘がいなくても十分生活できるわ。あなたが言った通り離婚するわよ。そして今回のことはお父さんとお母さんにもしっかり報告するからね。いや、言わないでくれ。本当に頼む。言わないでくれ。そんなこと言っても起きたことは変わらないもの。ひとまず今日は帰ってもらい、私は病室で一人ため息をついた。もしドラマの主人公だったらどう対応するのだろうと考える。でも私の心の中ではもう答えは決まっていた。とりあえずこの足を早く治さないと。そうしてあの修羅場から数日経って退院することができた。リハビリの甲斐あって松葉杖の使い方が上手くなった。自宅に帰っても松葉杖を使っての移動だが、普段の生活はゆっくりでありつつも難なく行えている。高弘は私が退院してからも離婚の撤回をお願いしてきた。だが私は喋らず、かりんにも顔を見るたびに責められていた。高弘はだんだん家に居づらくなったようで、ホテル生活をするようになった。そして数日後、私が退院したのを聞いて義父母が自宅に来てくれた。千代子さん、大変だったね。大丈夫？これ少しでも手助けになれば。そう言ってお母さんは冷凍した作り置きの料理を差し入れしてくれ、体に気を使ってくれた。そういえば高弘、昨日仕事休んだけど体調でも悪いの？それがですね、今高弘ホテル暮らしなんですよ。実は私は高弘とカナの出会いや浮気までの一連の流れを義父母に説明した。という流れで出会った私の親友と浮気して、そのうち本気になってしまったようで、入院している時に離婚してほしいって親友と二人で押しかけてきたんです。しかもこの家にその相手と住むからカリンを連れて出て行けと言われちゃって。それ本当なのか？あいつ何を考えてるんだ。まだ続きがあるんです。私はカナが離婚調停中で慰謝料の負債を抱えていること、お金目当てで高弘と再婚しようとし慰謝料を賄おうとしていたことを話した。そもそも高弘が自分は会社の社長だって見栄を張っちゃったのが良くないと思うんですよね。そんなこと言ってたのか。ほんとどうしようもないやつだ。でも千代子さんとかりんちゃんを見捨てようとするなんて私許せないわ。高弘と話をしましょう。あなた、そうだな、ちょっとお灸を据えないといけない。そうして後日高弘を義実家に呼んで、私と義父母の4人で話すことになった。お前浮気したそうだな。高弘は罰が悪そうに黙っている。浮気した上に千代子さんとかりんちゃんを追い出そうともしたらしいな。何考えてるんだ。
自分の奥さんと子供を見捨てようとするなんてありえないわ。高弘はやっと口を開いた。違うんだ、俺は騙されていただけなんだ。高弘は自分はカナに騙されて離婚するように仕向けられたんだと被害者ぶっていた。お金目当てだって最初から分かっていればこんなことしなかった。そもそも千代子が再会するのが悪いんだ。自分の非を認めずこんな言いがかりをつける高弘。そんな様子を見てお父さんはだんだん顔色が変わってきた。なんだ、自分は悪くないとでも言いたいのか。浮気したのは変わりないだろう。それにお前、自分が社長だと嘘ついていたらしいな。いずれはお前に継いでもらおうと思っていたが、もう信用ならん。会社を辞めてもらう。お父さんは反省の色を見せない高弘への怒りをあらわにして、とうとう感動を告げた。高弘、見損なったわ。一方、お母さんは息子のしたことや反省していない態度に呆れ返っているようだ。すいませんでした。いや、俺の意思は変わらん。謝るのは俺じゃなくて、千代子さんにだろう。千代子、本当にすまない。やり直してくれ。義父母から感動されるのを目の当たりにして、かわいそうに思ってしまった。私まで見放したら、この人は一人になるんだ、と少し心が揺らいだ。私が返事をなかなか返さずにいると、お母さんが私に言った。千代子さん、高弘のことは何も気にせず、あなたがしたいようにしていいわよ。私たちはあなたとかりんちゃんの味方だから。お母さんのその言葉で揺らいだ心を決心させた。離婚しましょう。もう元に戻るのは無理だと思う。お願いだ。考え直してくれないか。いいえ、もう決めたの。慰謝料も養育費もしっかりもらいます。なんでこんなことに。こうして私たちは離婚することになった。少し日が経ってからカナから電話が来た。ねえ、私の旦那にいろいろバレたんだけど、おかげで払わないといけないお金が増えたわよ。ほんとありえない。離婚調停中だったカナは高弘との浮気を旦那に知られ、慰謝料を釣り上げられたようだ。それだけではなく、カナの旦那は高弘にも慰謝料を請求したらしい。そんなことがあり、高弘は慰謝料や養育費でほとんどの財産を失うことになった。カナと高弘が起こした騒動の噂は狭い地元で瞬く間に広がり、やがてカナは地元に住みづらくなった。すぐに少し離れた町に引っ越したが、自分で稼いで生活するのに苦労しているらしい。これまで旦那や浮気相手に寄生していた分、自分の収入だけの貧乏生活にあくせくしている。一方、高弘は一人で新しい生活を始め、違う町のどこかに就職したようだ。これまで家族経営だからと融通を聞かせていたり、手を抜いたりしていたことが多かったのだろう。新しい職場で自分の都合はもちろん通らず、仕事も失敗続きらしい。仕事もプライベートもうまくいかない高弘は、ストレスが溜まってギャンブルや競馬に走ってしまった。そのハマりようは異常なほどだった。慰謝料と養育費の支払いもあるのに、借金をしてまでギャンブルや競馬につぎ込んでいる。離婚してしばらくしてから、高弘から電話があった。ごめん、今月の支払いは難しいかもしれない。お金が足りない。弱々しい声で高弘はそう言った。私はかわいそうに思いながらも、救う術もなく、かける言葉を探すので精一杯だった。聞くところによると、この間、義父母のところにも電話が来たようだ。父さん、少しでいいからお金を貸してくれないか。
本当に困ってるんだ。膨らんだ借金をどうしようもできなくなり、高弘は私や義父母に助けを求めた。しかし私だけでなく義父母も拒絶したため、高弘は途方に暮れていた。今後ギャンブルから抜け出して地道にコツコツ返済していってほしいものだ。高弘に勤勉さが残っていることを願いながら、時々風の噂で流れてくる高弘の情報を耳にして過ごした。私とカリンは高弘と離婚してからも義父母に良くしてもらい、まだ交流を続けている。義父母も高弘の不甲斐なさに申し訳ない気持ちを抱えているのかもしれない。しかし義父母の人柄がとても良いので、私もその優しさに甘え安心することができた。カリンは変わらず勉強に励み、目標としていた大学を受験して無事合格した。私の収入と義父母からの援助のおかげで大学生活を充実して送ることができている。私や義父母の温かい応援に包まれながら、カリンはこのまま夢である研究者の道を進むことができそうだ。